はい、こんにちは、カウパパです。ちょ、ポイントがたまったんでこんなものを買ってみました。はい、こちらね、もうおなじみだと思いますが、ミニトランギアです。はい、じゃあ開けてみましょう。おお、あのね、意外と重量感ありますね。もっと軽いんかと思ったけど、まあ、トランギアの型番でいうと TR の 28T、 これはあの中にアルコールバーナーがね入ってるモデルです。で、蓋はしっかり閉まってます。まあ、ちょっとや外じゃ落ちないですね。この状態で直径が約15センチ、高さが7センチ、まあ、どん兵衛の大盛りぐらいかな、あの辺のカップの大きさとほぼ一緒ですね。はい、で蓋を取ります。で、こちらの蓋がね、傷防止のフィルムがついてますが、これがフライパン兼用の蓋になってます。はい、見ていただいた通りね、ノンスティック加工。まずパンハンドル、鍋つかみですね。この鍋つかみは、まあ、こんな感じでね。はい。結構しっかりね、できてますよ。多少グラグラしますけど、例えばこの上で目玉焼き焼いたりね、ソーセージ焼いたり、そんなものであれば全然問題ない強度です。あと中に入ってるのは、まあ当たり前ですけど、アルコールバーナーですね。トランギアの定番のアルコールバーナーが入ってます。あと、この鍋の中で一番この幅を利かせてる、でかい面してるのがね、これがアルミの五徳です。で、ちょうどこの鍋の後ろがこのような造形になってまして、この五徳の上に鍋を乗せた時に、ちょうど爪の間にですね、鍋底が入るような工夫がされてます。まあ、つまりこういう風になるわけですね。まあ、このクッカーセット自体、当然今開けたわけですから、まあ、全然まだ使ってないんですけど、ネットでいろんなね評判を聞くと、まあ、この五徳をねそのまま使ってる方もいらっしゃれば、いや、これはやっぱちょっといろいろね邪魔になっちゃうんだよというようなことで、これはねやめて、これはあのね、チタンのね、アルコールバーナー用の五徳なんですよ。これ、ね、汚れてんじゃなくてね、チタンってね、焼けるとこういう色になるんですけど、これをこのように組み合わせてね、はい、このアルコールバーナーの上にね、ポーンと乗ると、乗せると、もう五徳付きのバーナーになっちゃうんです。ですので、これはちょっとね、いろいろ機能的というよりか、もうガッチリ作ってあって安心感はあるんだけど、あまりにも場所食うんで、これに変えちゃった方がいいかなと思ってます。まあ、横から見るとこうですね。ちょっとね、ほぐちと鍋の底の距離が短いかなっていう気はしますけど、まあ、実際ね、まあ、別のアルコールバーナーで何回も料理してますから、まあ、その辺は問題ないと思います。こうですね。これをやめてこちらのごとくにすれば、だいぶ場所が空きますので、ちょっと入れてみましょうか。これを入れて、アルコールバーナーをし、でパンハンドル入れますよね。そうするとね、こんなに空いてる結構空いてるんですよ。でね、ここにね、燃料ナルゲンボトルの 60ml、 これはあの僕がアルコール燃料専用に持ってるやつです。60ml っていうことは、このアルコールバーナーの性能から言うと、まあ、1合とか1合半ぐらいの炊飯は余裕でできちゃいます。これ1個入れとくとね、何でも使えると思うんでね。要は入るかどうかですよ。そしてね、ほらほらって今やってるんだけど、バッチリ入りますね。ほら、カチンと、ほら入っちゃった。これはね、もう外しちゃっていいんじゃないかなと、僕はね、まあ、そういうふうに思ってます。この組み合わせいいかもしれないね。今度ね、僕ラーツーの動画をね、セロというオフロードバイクでツーリング、そんな動画をねやろうと思って新しくチャンネル作ったんですよ。でね、そっちで使うのはね、こういったオールインワンのやつでいいかなと思ってるんですね。まあ一旦ね、そういったのバイクで出かけてね、云々の前に家の中で使ってみてね、まあ、ご飯がどれぐらいの燃料で炊けるかとか、ちょっと実験していきたいと思ってます。はい、トランギアの
ミニトランギア、こちらのセットのご紹介でした。はい、ありがとうございました。カッパパでした。